はいえー、7月3日10時14分になります。4時間足見ていますね。えー、朝と比べて変わったのは、横ばいがすごく顕著になってきたってことです。しかもその横ばいが、このゾーンに、ね、沿って、このゾーンに絡むように来てますね。こういうふうなブレが収束して、ここに絡むように、ね、来てますね。で、1時間をちょっと見るとね、またさらに分かりやすいんですけども、こんな感じですよね。 どういうことかっていうと、こう上に行って下がって上に行きますよね。で、下に下がったんだけども、大きく下がらずに、まあ、この水準を保っているということです。で、3本の移動平均線が重なってるわけなんですよ。これがまあ私の得意とするパターンでね、収束の後のブレイクなんですよ。ブレイクが強調に来るんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよね。ブレイク。で、このブレイクを取らなければ、 まあ、儲けようをね、重ねていくことは難しいんで、私はブレイクに備えていこうかと思います。その時に、じゃあ、上にブレイクするのか、下にブレイクするのかってことなんですけども、これはどちらだと思います私は上にブレイクすると思うんですよ。上に、上にブレイク、と思います。えまあ、根拠はいろいろとありますけども、大きいのは、力点がここにあって、このヒゲにもあって、ここにあって、ここにあって、ここにあって、 あちょっと大きく壊れちゃいましたね。で、これを結ぶと、こういうふうなゾーンが引けるかなと。で、そのゾーンに跳ね返るような形で、えー、こういうふうな、ね、波動が形成されるかなとは思っているんですよ。うん、まあ、これですね、ここの水準を、うーん、やっぱ上昇波動でしょうね、これはね。昨日も上昇波動のことちょっとお話し,しましたけど、これはね、ここまでは、 上昇でで見ていっていいいっと思うんですよね109円の785のところで赤い線引いてますけども、うん、まあ2円ほど上昇するとは言いませんけどもねえ、一旦組み上げてるこことか、かなり狙えるとこじゃないかなと、ここまで。えですんで、これ上昇すると思うんでね、私はもうエントリーの準備しますけども、どうかな、様子見たいなって方は、ここを超えて、 突き抜けるまでちょっと我慢してくださいねはい、えー、本日は以上です